おはようございます。十七番投資家の石島と申します。あの、スリマトリックさん、さっきも株主さん言ってましたけど、株価最内っておっしゃってましたけれども、やっぱり四十社以上、四十五社以上株主している。私から見て、まず。 悪いところを直していかないと株価って上がっていくわけがないんで,で何を直していかなきゃいけないかそれは、えーまあ、今回29億5483万円も、えー、損害出してるわけですけれどもやっぱりその理由をきちっと、えー、なんでこんな赤字を出してるのかやっぱりこの説明をちゃんとこの書面でやっぱり出,出していかなきゃいけないしそれに。 役員報酬もこんな状況で起きながら4700万円も欲しいというのはこれはやっぱりあの本当だったらきちっとした人だったら自ら100%カットするのが、えー、常識であると思いますそして、えー、どうやっていけば株価上がっていくかこれは例えばタカラバイオというのも今回コロナでいろいろあの頑張っていると思うんですけれども。 宝バイオでさえ配当金出していすコロナで大変な状況に置きながら配当金出してますそれで 3D マトリックさんの場合は、えー、上場してからこれずっと無愛じゃないですかだからこれをあの今とは言わないですよコロナが落ち着いていつごろ配当金を出す目安でいるのか それをまずお聞きしたいと思いますそれからさっきあ言った役員報酬カットの件は社員さんは罪はないんで社員さんは一切あの経費削減とかすることはないと思います役員がきっちり責任を取るべきだと私は思っています質問に関しては今とは言わないですよこの利益が出たときに 株主に配当金ですね、これ、配当金がないと株価上がっていくわけないんで、この間もあの株,株価がストップだからなったと思うんですけれども、やっぱりそんな状況でも、やっぱり持っててもしょうがないから売り抜けちゃうわけですよ、だからそういうことのないように、早いところ、配当金、えー、いつ目指してるのか、質問は以上です。